しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、こちら、隠しフロアを探そう探索ダンジョン登場ということで、これ皆さんやりました？1日からやってるので、やってる方も多いかなと思うんですけど、これ7日までで、これ何かと言いますと、ここに書いてあるのを読むんですけど、最初から出現しているのは秘境を探してフロアのみ。このフロアを様々な条件を満たしてクリアすると、その条件に応じた特別な隠しフロアが期間中解放されるぞ。どんな条件でフロアが解放されるのか、探索ダンジョンに挑戦してみようということで、1日から始まっているので、もうね、開放条件はいろんな方が探してくださって、もう出ておりますもう完全にね、他力本願ですけども、その見つけてくださった方の情報をもとに、私もね、これを開放していきたいと思います。何やら美味しいダンジョンもあるみたいなので、まずはじめに、玉ドラ大量発生の解放条件が、スキル使用なしでクリアですね。皆さん家具づちの300万固定で結構やってるみたいなので、私もこれでいこうと思います。ちょっとサブは適当に、本当に適当に詰めてきたんですけども、大丈夫そうかな。アシストすらほぼしてないしね。スキル使用不可だからな。そもそもこのダンジョンがあんまり難しくなさそう。そうだね、5フロアで難しくはなさそうなのかな。向こう張ってきたりしないかな。それはちょっと厄介かもしれないけど、どうでしょう。例でどんどん行きます。さあ、ボス、ボスは誰？お、あ、向こう張ってきた。アンアンドメアリー。まさか、これも、1で、固定で抜ける。ありがとう。お、なんか2つ出た。なんか2つ出ちゃった。精霊の宝玉ラッシュも出てますね。宝玉ラッシュの、解放条件が、スキル未使用かつ、平均1コンボ台でクリア。そうか、追い打ち固定だけで飛ばしたから1コンボ台だったのか。やった、ついでに出せましたねよし、じゃあ次、キング大量発生をね、出していきたいと思います。こちらは12コンボ以上クリアなので、コンボ加算リーダーにしました。ハクですね。神とドラゴンの全パラ 1.5 倍3色以上で同時攻撃で3コンボ加算がかかるので、リラフで6コンボ。それでも、自分で6コンボしなきゃいけないのか、ちょっとわかんないな。12コンボ以上なので、かなりね、コンボは、コンボ加算とはいえ、かなりコンボしていかないといけないと。これで何コンボになる ?14、15、16、おー、いいよ。なぜかゴルケイオスを入れております。一応、スキル使えるようにした方がいいかなと思って。スキル打たないか。そんなに欠損することないもんね。さあ、いいんじゃないか。やっぱ6コンボ加算は強いね。いいっすね、いいっすね。落ち込んがすごい。はい。今16コンボ、平均15コンボぐらいじゃない？今日探してがそもそも難しくないっていうのがありがたいね。とてもありがたい。それで、本当のさ、この秘境を探してがめっちゃ難かったらもう、それはちょっと激おこぷんぷんですけども、ちょっとコンボが足りないかも。12、13、14、オッケー、落ち込みありがとう。最後は無効なので、どうしようかな。闇で無効貫通したいかな。ちょっとコンボ数減るかもしんないですけども、今までのね、コンボ分があるので、平均コンボが減ることは、12以下になることはない。12、13、オッケー。これはいくでしょう。オッケーでーす。はい、これでキング大量発生が解放されました。さて、次。
次はですね、プレドラ大量発生。ダンジョン内でスキルを25回以上使用してクリア。はい、こちらはですね、ターン1で撃てるキャラを詰め込んできました。私が持ってるのは、ターディス、フェンリル、フェンリル、ゼローグだったので、これをね、まあ、詰め込んできました。25回以上でしょ ?25 回でもいいんだよね、多分。だから5フロアで5回撃って、次、5回打って次で やっていけばクリアできるってことだよね。そうですね。じゃあ行ってみましょう。すごいよな、こんなんさ、探し出した人が一番すごいわ。1、2、3、4、5、突破はしない方がいい。あ、OK。6でしょ？あ、5。1、2、3、4。今5か。今5だ。はい。で、今5回。6、7、8、9。あ、やばい。倒しちゃう。倒しちゃうんですが、9、10、11、12、13。やばい、ゼローグの自傷で死ぬ可能性あるわ、これ。あぶねー。13、14、15、16、17。2ターンコードになったから水消そう。あー、倒しちゃう。まあそりゃそうだな、16倍かかってるもんな。 16? 今16かな。17、18、19、20。ここは突破していこう、怖いから。今20のはずだから、これで、家具土も含めて、オーブの全部スキルを使えば大丈夫のはず。21、22、23、24、25、26かな？さあ、これで、どうだ？数え間違えてるかな？出てくれ。あ、出た。プレドラ、プレドラだっけ。プレドラ大量発生出ました。よかったです。25回、26回使ったかな。 OK。 で次、超プラスだね。超プラスはスキル使用なしでカンストダメージを出しクリア。まあ、常時倍率が高い無惨を入れて、中にね、あの配布ストーリーの報酬でもらえる三蔵報酬を入れてみました。ドラゴンキラー5の、で、アシストでドラゴンキラーをつけました。これでいけるかな？で、他のサブは適当に闇の列強いやつを組んできました。どうだろう？これ、ちょっと怖いなぁ。スキル使用はなしでしょ？カンストってそんなに簡単に出るの？カンストってそんな簡単なの？果たして。果たしてどうなんでしょうか。ドラゴンキラーのとこね、ここかな。ここでちょっと全力コンボしようか。全力コンボ、全力、あ、全然全力じゃない。うわ、どうでした今。カウンストしてたかな。ちょっと微妙なとこよ。プラスポイントの動物出ました。カンストしてたね。全然数字見えなかったけどカンストしてたっぽい。よかった。じゃあ最後、100か6、
下両乱2です。これがね難しい。解放条件が5ターン突破と平均コンボ7以上、パーティー全体のダメージが1000万か750万っていう噂もあるね、を超えずにクリア。むずいよね。7コンボ以上はしなきゃいけないけど、ダメージがそんなに出てもダメということで。ということで、私は家具土でいきたいと思います。超転生家具土ですね。これね、アシストに、攻撃弱化の武器をつけて、攻撃力を下げています。7コンボ強化とか発動しちゃうと、結構ね、火力が出てしまうので、フレンドさんの方も弱化の武器をつけたやつを使っております。これね、何がむずいって多分7コンボするのがむずい。指的にね。そもそもさ、7コンボすること自体がさ、難しくない？この指の長さで。私だけかな？そもそもね。さあ、でも5個受け死してれば固定でいけるから、そこだけはね安心できるんですけども、火を5個消しして、なんで1、2、3、4、5、6、もう1個 OK。 ナイス落ち込ん、ナイス落ち込ん。うわ、それはいい落ち込ん、それはいい落ち込ん。いいよ。回復を5個消すかな。じゃあ、こうしてこうしてこうだ。あ、落としになってなかった光が。まあでもさっきの9コンボ分があるから、まだ平均コンボ的には大丈夫なはず。大変だなこれ。どうしたらいいんだろうか。難しい、難しいのよ。繋がってる。危ない。6、7、オッケーオッケー。8、9、ナイス。いいよ。で、スキルは使わずに、5ターンで、突破すればいいんでしょ？こうだよ、ここが大事。大事だよー。よーく考えよー。さあ、完璧じゃない、これ。8コンボ、9コンボ、10コンボ。オッケーオッケー。これいったでさ。よし、出たー。100回両乱2出ました。いや、よかったよかった。全部出ましたね、これで。100回両乱2に関しては、チーリンドラゴンとシェヘラザードドラゴンが一定確率でドロップということで。これ結構ね、皆さんのツイッターのね、感じとか見てると、結構確率高い。その前のね、なんだっけ。なんか異形とかでチーリンドラゴン出るイベントありましたけど、その時にサボっちゃった人はこちらをやったらいいんじゃないかなと。あと1日かな、でも。あと1日です。私もね、結構ギリギリにやっちゃう人だから、こういうイベントとか。多分やってない、同じくやってない方がいらっしゃると思う。頑張ろう、この1日で、進化できる分だけはね集めておきましょう。まあ、他のダンジョンもスタミナ的にさあめっちゃ美味しいので、ぜひねやっておきましょう。ということで本日は以上になります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。